好きです。あ、嬉しい。お手紙書きました。お手紙ください。ファンクラブのやつだよね。ゾクゾクです。私めっちゃもう今日とかもね、文房具爆買いしたのよ、みんなにお返事書くために。ありがとう。待ってて、いつかは必ず当たる。諦めないで待っててね、しんすけ。またそうやって。でも私たちは心が通じ合っているから、コメントがなくても何が伝えたいか、何を伝えたいか。もうこのくだり何回やるの。ありがとう、しんすけ。センキュー。無事に届きますよ、まいちゃん。ゆるありがとう。ジブリのサインとシングル飾るね。ゆる様がサインをお願いされたらどう対応するんだろう。ゆるでもさ、サイン作ってるのかな。どうだろうね。森ビルにはこの後ヘリで帰るのかな。そこまで含め、お疲れ様です。そうなんです。もうこの辺さ、ヘリ止まるとこないからさ、ね、リポート作るんだから。センキュー。ヌルのサインは存在するんでしょうかね。今度あったら聞いときます。マスターさん、リンちゃんの笑顔にいつも癒しと元気をもらってます。ありがとう。なんか私そんな私って癒しある。癒しとはなんかかけ離れてるなって自分では思ってたから、ありがとう。気づかないうちにみんなに癒しを与えちゃってたのか私は。テンションおかしくなってきたよ。こういうお話し会って私をおかしくさせるような。かなちゃんが嫌だって、コメント読み上げてほしくないだって。私たちの時間をお楽しみください。おお、だいぶ重めの愛を伝えてきてますよ。嬉しいです。思いの大好きです。ありがとうございます。純平くんだ。あ、こちらはね、なんか青春感がある愛を伝えてくれてますね。大好きですとのことです。Me too。 大好き、ありがとう。あきらくん、あきらくんね、もし同じかな。あきらくん、あきらくん、コメント決めない。頼ってね、絶対次のお話しないと。全部の時間使ってなんで書いてくれなかったのって聞くからね。ありがとう。Z さん、 Z さん、ゼット散歩だ。ブラックタイム楽しかった。本当、私セットリスト作るセンスマジでないからね。ありがとう。まあそれはみんなのね、パフォーマンスとかね、みんなに支えられてなるだけで。ありがとう。前の方です。よし、よかった、楽しいって言ってもらって。マーシー、うん、いやー行ったよ。まさかヌルさんも野外で拝めるとは。暑い中頑張ったね。本当だよ、暑かったんだから。だから今日が切りましたみたいな格好になっちゃってるけど。ありがとう。ヌルが愛されてて幸せです。友人の岡部凛は幸せです。ちゃん、ああ、コメントないパターン。コメントがなかったので花を描きたいと思います。今日初めてお花描いたから、このお花とってもレアですよ。大事にしてね。やすしさん、私のサイン初めて。そうなんですね、初めてのサインなんだけど、チームメイトのやつがブリブリって出してた。ごめん、よろしくお願いします。 OK、 10月のお話し会に始めたらね、了解しました。ここで初めましてだね。なりぞーくん、なりぞーくんなかったわ。なりぞーくん、恥ずかしめ、照れ屋さんが多いんですよ、ここでね、ちょっと読み上げるとね、照れちゃうからってことでしょ、だから書かなかったんでしょ。じゃあね、直接会った時に二人でお話を楽しみたいと思います。なんか来た。ありがとう、うん、ちょっと楽しみにしてください。ありがとうね。
しいのにそれを見せないりんちゃんいつも勇気もらってます。え、私めっちゃ疲れたアピールするタイプだよ私すごい嘘ついて褒めてくれるじゃない。私ダメなんですよ、疲れたって言っちゃうんだよ。ありがとう褒めてくれて。すごいね、お任せしますって言われてしまった。みーちゃんラブどうだこれありがとう、ハートをプレゼントしました。ひらっと、みんなどっちもさあれなの、応募してくれてるね。そうだよね、2枚目のサインを取ってるもんね。会えるの楽しみにしてます。体にお気をつけてください。ありがとう。なんかさ、FC の方でもさ、お手紙くれてたよね。ありがとう。お返事書かなきゃだ。うん、カズくん。ね、あの、ローマ字でカズだけで。勝手にカズくんって。チームメイト選抜いっぱい入ってよかったね。歌番組などへの披露楽しみにしてます。ねえ、私もすごい嬉しい。私さ、A もさ、入ってるじゃない。ね、それが嬉しいね、すごい。ありがとう。プロスペクトさん、りんちゃんは可愛いの塊ですね。だって本当、この件について皆さんどう思います？私は可愛いの塊なんでございましょうか？ありがとうございます。なんかすごいすごい褒めてもらっちゃった。ちゃんやちゃんやダンス曲での選抜おめでとう。いろいろ大変だったよね、多分。多分じゃないんだ、すごく大変だったんだ。いろいろ嬉しいシーンですね。私も嬉しい。なんかこのジャケシャブも可愛いし、もう全部ドストライク。ありがとう、ちゃんや言いたくなる、ちゃんや。ていちゃん、ていはね、カタカナの方でくれてるていちゃんだよ。りんちゃんのメールのイラスト大好き、ほぼ毎日の生きがいです。 Nセンス本当に神すぎます。いやー、もうセンスはあれだけど、書くのはね、好きだからね。ごめんね、あんな適当なイラストでそんな言ってくれるなんて。嬉しい、ありがとう。来た、K2 呪文のようですね。コメントなかっただ、はい。K2 さんありがとう。しっかり書いたでござる。孤独は楽しみ、楽しみにしてていてね。ミングさん、これ楽しみました。そうなんだよね、ユイハンさんもね、卒業発表ねしちゃったから。私さ、もうさ、あんまり時間がないというのにさ、ユイハンさんがさ、舞台の稽古でいないからさ、あっという間だったよね。ひどいよ、舞台でいないじゃないか、ユイハンさん。天然的しか。ありがとう。夢とも申し込んだので当たりますように。やったじゃないですか、おめでとうございます。茨城県に行きました、コンサート和楽戦。あー、そうだったの。あ、行きましたか。あ、うん、読み間違っちゃった。 ありがとう。また茨城来てね。茨城はいいところだ。ちょっと今はね、緊急事態宣言っていうからちょっと難しいんだけどね。4件4件のファン握手会へのね、考え方いろんな人の人生や考え方学べるって素敵ですね、応援してます。確かに、そうそうなのよ、それが楽しいよね、こういうお話し会とかサイン会って。ありがとう、楽しいね。大好きなる。大使、茨城はお米も美味しいのですよ。私だってスーパーとか、あの、あれ買ってるもん、茨城のやつ。ないと、なかった時は新潟県のやつとか、ある時は茨城で買ってるよ、米。ありがとう。神奈川県民の大助丸さんからいただきました。ひろしさん、はじめ旅行に舞台3公演とも行きます。あ、
からね全部見たよって言ってくれてる人ありがとうございました。ささやんコメントでも言ってたのや、ささやんは見ているのでしょうか。この書いてないやつは、ね、大好きって言ってくれてると思って私書いてるから、大好きでいいんだよね。秋、明日は早く実現したいね。やりたい、すごくやりたい。ファンクラブで今一番やりたいこと、もしかしたらそれかもしれない。明日はやりたいな。茨城もある？第1回目はね、茨城いいかもしれない。ありがとう。明日は、明日は。しんごさん。あと漢字は信じるで、ありがとうございます。って何の動きか、1番に続いてのサインありがとうございます。何年にとって何年先輩でしたか、言ってくれると安心できるというか、お姉ちゃんになってほしいなっていう感じかな。ありがとう。大好きふみこ、この大好きはどこにかかっているのでしょうか。大好きふみとさんから、みーちゃんがやめたらってみーな、みーちゃんのような人生は考えながら応援し続けます。それから休んでリフレッシュするのも仕事だよ。リフレッシュばっかりしちゃってるんでね、はい、お仕事の方も頑張りたいと思います。滝沢さん、楽しみにしててください。ありがとうね。茨城ツアー最高でした。駅からの眺めも草加の旅もとてもいい思い出になりました。いいよね。次はね、次はコキア見に行ってほしい。もうそろそろ、ね、その時期になるはずだから。ありがとう、また来てね。よしひこさん、オンラインお話し会申し込んだよ。今から楽しみ。最初って言ってたけど、もうそろそろ10月に入ったらもう始まるよね。嬉しいね。私もだって今一方通行、今ずっと一人で喋ってるじゃん私。そろそろね、自分が喋ったことになんか音で聞こえてほしくなってくる。大丈夫かな。ありがとう。話し会で会いましょう。デビットさんでいいのかな。デビット私はイギリス人です。りんちゃんはチームメイトで一番好きなメンバーです。嬉しいね。まず波でチームメイトしてくれたんだね。嬉しい。ヘイ、デビット、センキューだぜ。あんまり喋れないのね。坂道さん、応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。お互いにね、体気をつけましょう。あ、変なところにびっくりマークつけちゃった。ありがとう。私は元気でございますよ。うさぎでさん、え、これってヒサって読むんだ。勉強になった。ありがとう。58枚目のシングル8枚選抜おめでとう。ふにふにふに、ネモハマルーマーや成功当店のパフォーマンスと待ち遠しいな。ネモハマルーマーね、この間やっとお披露目できたから。成功到底だよね。難しいんだ。あ、ヒーローさん、ミリがまさかの当選。本当だ。おめでとう。今井とも大事に飾るね。ありがとう。こちらこそありがとう。当選しちゃいましたね。おめでとうございます。鈴たくさん、すごい。たくちゃんの名前を訳したみたいな。すぐたくさん、なんか最初の方コメント消されてる。何書いたの。あ、マジメリのなんかだね。嬉しい、ありがとう。答えすればいいのに、そういうことを教えます。飛躍します。ありがとう。後ろにアットポンポンって書いてある。翔さん、これからもイボちゃんを応援します。ありがとう。
んと Thank you。 ミミ待って天使、絶対天使、絶対あくまでね天使かな、ほんと吉野さん、授業までの茨城住みですが応援しています、めっちゃ笑ってる、わらわらファンクラブね、ありがとう、ファンクラブありがとうね、授業までの茨城住みです、またはもう茨城県民だ、ありがとう、一緒すぎて見えないかな、ごめんね、ポンポンフォーコさん、マロです、はい、マロ劇場公演とライブを見に行きます。ニンニンの萌え台詞は天下第一、早く直接会いたい、天下一品のことかな、天下第一だってでも難しいよね、このこういう言葉、日本の、ありがとう、調べて書いてくれたのかな、伝わりました、天下一品ですか、嬉しいですあ、おんさんのヘモハモのパフォーマンスかっこよかったって言ってくれてる、ありがとう、ここでちょっとありがとうございます、ここからここのことではできたね、ありがとうヘモハモが持っちゃうぞ、あ、出た、今ダム2人地のゾンビさん出たよ、漢字いっぱいだから書くのに時間かかっちゃう、ミミンチのゾンビ、あ、ワイが当たらなくなっちゃったけど、最近はいろんな場面で私を見ることが増えて本当に嬉しいです、だんだん露出してきちゃうぞ、でで、ありがとうございます、名乗ってね、今度ウロコダイルダンディ、いじってんのか、いじってんだろ、これ私に鱗を描かせるという、鱗、何気に鱗って初めて描いたぜ、鱗大ダンディ、続きまして、アミン、安眠できるのでだったまたショールーム夜やるね、ありがとう、あなたのおかげで私は初めて鱗という漢字を書きました、三田文さん、チョコレート食べたい、特別ですが、うんうん、ソロコンの時に流れてたリンダリンダ、とても中毒性がある名曲だったので、またどこかで披露してください、いやだもん、あれさ、やだった、すごくなんかオープニングで書けるの絶対みんな頭痛くなっちゃってたでしょ、お願いします、リンダリンダ、マコさん、ファンクラブのイベント緩すぎて楽しかったです、また開催してください、なんか会場の規模が緩くなくてちょっとなんかもっともっと会議室とかでいいのにと思ったのに、すごいしっかりさ用意してくれちゃうからさ、めっちゃ緩くすることでバランスをとって、ありがとう、アルさん、オーマイガー、この音がないよ、ハルさん、でもしっかり書いたよ、ありがとう、コメントもなかったでございます、これからも応援よろしくね、大倉俊弘さん、あっ大倉俊弘さん、何て来たと思う、コメント発表します、りんちゃんにズッキュン、ありがとう、打ち抜かれました、で、香港変天さん、よし、次は綺麗に本を書くぞ、成功、香港変天で、特にりんちゃんが大好きなので、10月からの応援話会りんちゃんに告白するの楽しみ、すごい宣言されました、私10月のお話会で香港変天さんに告白されるらしいです、ドキ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 、心の準備しちゃうぞ、佐藤直里さん、直里さん、ああコメントがなかった、なんか小さく
指名してくれる。ありがとうございます。届きの話をしてください。石子さん、ありがとうございます。石子、石子さん、はい、続きまして、みんちゃん、こんにちは。こんにちは。15周年ファンのファンとみんちゃんのファンの連絡。嬉しい。私の怒りカプレーゼの会食べていますでもチーズ高いから大変じゃない私の影響でカプレーゼ仲間が増えました。カプレーゼ仲間こと石子さんです。以後お見知り焼きよ。キラリさん、かわいい名前。最近みんちゃん推しになりました。最近ね、何で知ってくれたのかな。大学受験頑張ります。大学受験一番大変なやつや。ありがとう。頑張ろうね。頑張ろう。私はしないから頑張ってね。愛してる。頭回らなくなってさ、言うことおかしくなってきて。私超めんどくせえじいさん。あ、名前が長くてめんどくさいな最低超めんどくせえじいさん。ぬるさまは怖いけど、みんちゃんは優しいでしょ。違うか。めっめっちゃ優しいよ。ヌルと違ってね。ありがとう。優しいに決まってるじゃないですか。あ、確かに。あ、コメントなかった。サトシくん、元気にしてる？どうかな。サトシくんが元気にしてるかどうか、私は気になって気になって夜も眠れない。本当本当、嘘じゃないよ。台湾イエラさん、え、これ私さ、今までめっちゃさ夜嵐って呼んでなかったっけ。イエラさん。あー、この台湾めっちゃ難しい。ちょっと待って、これはね時間かかる。三髄糸糸読み上げ方が分かる。糸糸この台湾でなかなか書かないな。そうなんだ、イエランって読むのが正しいのね。これラブユービーン、はい、センキュー。私もラブユー、台湾イエラン。おつるちゃん、おつるちゃん、おわしおめでとう。当選っていうほどそんなに買えなかったわけではないとございます。ありがとうございます。コメントが残ったので、ありがとう。福岡の高文さん、ちょっと買いちゃいな。いつか直接、いつか直接握手会で応援してますと伝える日が来ればいいなと願っています。ね、直接握手会の時で、ね、あと3年ぐらいで、ね、復活してほしいな。直接握手はやっぱ強いよね。なんて読むんだこれは。 PAYTONG ペイトン、ペイトンかな。違うかな。違くても、あなたは今日からペイトンだ。わかんない、ね、わかんない、なんて読むんだろうこれ。ペイペイ、ペイペイ、あのペイペイ。あー、書くの忘れちゃった。あ、そうだったのね。何かのお話を。デール、デールさん、私の描く絵が大好き、特にエイトくんファンです。本当？なかなか聞かない、エイトくんファンって。サイゼをツルトンタンに描いたさ、ゆりちゃんとのやつが好きってこと。ありがとう。なんかさ、他にもあるんだけどさ、なんかもう載せる機会、タイミングを失っちゃって。何にしよう、ファンクラブのやつに載せようかな。あ、ヘイシンくんだ。ヘイシンくん、ヘルさんが最高、みんちゃん大好き。あ、一人に絞らなくて大丈夫ですか。どちらも、どっちも好きはあまり好きじゃないかもしれないですよ。わかんない、ヌルの思考なんてわかんないけど。あ、ヒロさん、どんな服着てるの、ちょっと後で言うね。いや、これ上だけ見るとあれなんだけどね、撮った時結構おしゃれなのよ、それ。皆さん、始まりお疲れ様でした。ヌル様最高。
我らのぬるちゃん卒業しても生徒会長ですね。支持率半端ないですよ、ぬるさん。嬉しいですね。あ、ラインメッセージです。ロジャーさん、ありがとう。改めて3月におめでとう。先日の真面目なぬる様のもとや、そして歌声に感動しました。未知なんですが、ファンクラブにも入らせていただいてます。まず嬉しい、ありがちゃん。これからも話題気をつけて頑張ってください。ゆるさん、ゆるさん、褒められてますよ、ゆるさん。ありがとうございます。ゆるさん、りんちゃんの美しさに心を奪われた一人です。そうなの？お話し会が楽しみです。舞台の話とかいろいろ話したいですね。めっちゃ聞きたい。次のお話し会、それを楽しみにしてるの。ありがとう。りんちゃん、今のやつもゆうの後ろに書いてたやつ消されてたよ。ジョイパン、うわっ、ジョイパンって呼ぶんだね、これ。ジョイパン香港。ジョイ、うん、これコングって呼んじゃう。ジョイパンって呼ぶんだね。ジョイパンさん、ありがとう。あ、いた、2枚目のサインありがとうございます。イエーイ、2枚目、いいな。見つけたよ、コメント、ありがとう。みっちゃん、お、みっちゃん、ファンクラブイベントぜひ大阪開催。大阪にだってそんなさ、私のこと好きって言ってくれる人いるかな。いや、ファンクラブを口実に大阪行きたいけれども。ありがとう。じゃあみっちゃん、大阪で私のファン100人ぐらい増やしておいて、そしたらその差あるかもしれない。あ、いつも料理の話できて楽しいです。俺の料理を食べさせてあげたいな。けどやっぱりりんちゃんの料理を食べてみたいな。どっちが先になるかじゃんけんだ。最初はグーじゃんけんぽい。私が先にファンクラブで食べさせてあげるよ、お楽しみに。そんなコロナ禍でそんなことできるのかな。キムテツさんは、いつもいつも楽しませてくれてありがとう。そんなそんな、ファンレターにも書いたことあるけど、一芸能人としても大好きです。芸能人って言われちゃった、やれちゃうね。ありがとう、キムテツさん、いつも本当に可愛いギターセットの手紙書いてくれて。キムテツさん、あ、なんかさ、この中でさっきさ、同じじゃない、気のせい。ガモスさんだ。夏が終わってよかったね。お話がいっぱい買っちゃったからよろしくね。はい、早く夏なんて吹っ飛ばってしまえと思っております。夏よ早く終われ。ありがとう、話し会いっぱい買ってくれたの。めちゃめちゃ話せる。私たち親友になれちゃうね。あ、しおりちゃん、こんばんは。こんばんは。もう外めっちゃ暗いよね。サイン書きすぎて手疲れてないですか。でもね、サインね、前もって書いといたのね、さっき来た時に。だから、お名前書いてるから意外と手はね、疲れてる。りんちゃん好きですって言ってない。ありがとう、しおりちゃん。えがさん、うわー、めっちゃちゃんって言いたくなる。えが、ちゃん、お会いしたことはありません。あ、さっきとあれかな。うん、シャガールね。さっきもあれ言ってくれてたんですか。あの、ありがとう、エガちゃん。勝手にちゃんって言ってる。ウさん、7周年おめでとう、俺。そしてありがとう、お話し会。はい、え、7周年おめでとう、俺。あ、自分もおかげりに応援して7年。お疲れ、自分とか私にも言ってる。ありがとう、福さん。話し会ファイア、それはそうね。話し会ファイアだろう。ひろし香港さん、香港さんのファンです。今コロナのせいでなかなか会えなくて早く会いたいです。大好きですね。そうなんだよね、早く会いたいね。ありがとう。あ、
える機会を作りたいと思ってるから焦らないで。小松さん、あなたコメント書くの忘れましたね。コメント欄が空欄ですよ。次サイン会参加してくれたらコメント書いてください。ありがとう。ちょっと嫌だっていう人もいるから、みんちゃんファンの人の部屋を見るのが楽しいんだっけ。楽しい。みんながどんなところに住んでるかとかがすごい見えるから、なんかグッズとかもさ揃えてくれたりしてるから、それ見るのね楽しい。ハマネッチ、ハマハマ選抜おめでとう。ありがとう。みんちゃんのダンスとっても好きです。なんかさ、私この夏人生の中で一番格好良かったって言ってもらえてるかもしれない。嬉しい、ありがとう。この夏はかっこいいでたくさんのリン岡部レインボーさん、さっきも言ったね、2度目ですだと思いました。この前マジブリ4回見に行きました。ライの時、ライの時も3回、すごい嬉しい。マジブリのスキル代が上がったと思います。まさかの。そうなんですよ、ニャオネもヌルちゃん現れちゃったからね。なんかさ、時間あったら本当にヌル好きって言ってくれてる人みんなにヌル書いてあげたい。ファンクラブの方のやつでヌル好きって言ってくれたらお手紙ヌル書いてあげる。あ、ヨスコフェさんだ。みーちゃんほど自分に一生懸命で正直なアイドルはいないんじゃないかと毎日思ってます。いや、みんな一生懸命だよ。そこでね、どれだけ自分の色を出せるか。何言ってんだ私。宇宙で一番可愛いリンちゃんと考えて本気で言ってますから。それはね、すごい伝わってくる。その本気で私に愛を伝えてくれるんですからね。ありがとう。 I love you。 好き好きチューチューかけ忘れました。いいのよ、それは。さっき恥ずかしがってた。あ、くなんだ、なんか服消されてるぞ、コメント。読まない、読めない。あ、読めない。あー、そうね、サイン会だからね。さあ、ファンクラブに私手紙を送るのだ。ありがとう。そしたらヌル書けるよ。来月からまたお話し会が始まるね。話、あ、ジェリーちゃん、なんか今から下手な私とかまた復習をしなきゃ。本当にさ、なんか最初の方なんて書いてたけどさ、でも全然もうめちゃめちゃ上手になった。聞き取れないとことか全然ないよ、本当に。無理だよ、私なんて今から何か他の国のお言葉覚えてくださいって言われてるの絶対できない。ありがとう。伝わってるよ。なんかめっちゃ上達してる自分が。マチコくん、マチココメントがない。次の時はぜひ書いてください、コメント。ありがとうございます。あくくめっちゃ書いてほしいじゃん。今日書けないの、書けない日なんだって。けどめっちゃ書いてあげたい。すごい熱望してるじゃん。私だって書きたいんだよ、書きたいのさ。ありがとう。送って、手紙書いてあげるから。タッツ、ちょっとみんなの前では読めない、なんか消されちゃってる。ちょっとこちらで楽しみたいと思います。あ、いいよ、いいのだ、いいのだ。忠誠などいらぬ、お前にはさやってる。言ったよ、消されてたけど。サイン、ヌルさんのセリフでした。メイちゃん、しかも
ね、時間がないからそういうのがね、ちょっと今回はごめんなさいっていう感じなんだけど、みーちゃん、ありがとうね、待っててください。自分の精神をお願いします。これね、もっとなんかもっと可愛いの描いてあげたい。そんな成人なんてめちゃめちゃね、記念のあれなのに、もっと素敵なのあげたかった。アメリカ、ザキさん、あ、こっちはザキ、忙しい毎日だと思いますが、今日なのでよくなってみてね。ありがとうございます。最後にお互いあざとく頑張りましょう、続きはお話し会でって。そうなの、今までの、今まであざと、あざといのあれだったそっか、ザキさんは今まであざとかったんだね、気づかなかったな。なるほど、あざとかったのか。高橋さん、ゆるさんが大好き、舞台上でのキレキレな姿に魅了されました。あら、喜ぶと思いますよ。コロナ禍だけど、今年は生で完成する機会に恵まれたので、皆さんの体調管理をしっかりして会いに行きます。よろしくお願いします。そうですよ、体調管理しっかりしないとぬる様に会えませんからね。ありがとうございます。ゆるちゃん大好きだね。ケンタロウくん、いつもお疲れ様です。可愛いりんちゃんもと、可愛いりんちゃんも、可愛いりんちゃんもたくさん。待って、だって怖い、私なんてあったかな。怖い、怖い瞬間そんなにあった？怖いって言われちゃった。でも怖い私もいいんだって怖い私いつ出したかな。面倒さジョニー、面倒さ、面倒さジョニー。選抜おめでとうございます。ストレッチしっかりして肩しないように。ストレッチなんか毎日やろうと思ってるけど、なんか続かないんだよね。ジョニーさんに言われたので、まあ、今日は頑張ろう。お風呂上がりストレッチします。なんかストレッチってモチベーション上がんないんだよね。ぬるさまの時に、あ、さっきの怖いの話、怖いって言われた。せよちゃん、無茶振り来てたけど消されてますよ、せよちゃん右手で書かせていただきます。私らしく、そうね、私らしく生きるよ大好きだよ、私も大好き、ありがとう。右手で書いたよ、カチッチ。お疲れ様でした。テレビ出演楽しみにしています。体に気をつけて楽しんでください。はい、ありがとうございます。体に気をつけて、はい、カチッチも体に気をつけて。竹節パーティーオンライン話し会も楽しみにしているよ、ね、話し会じゃないと会話できないからね。竹節パーティー、じゃあお話し会の時、私の好きなところを3つ教えてね。初めてミッチーさん、どのお話し会、どれの日程で参加してくれるかすごい書いてあるから、ちょっとこれは私だけでちょっと楽しみたいと思います、このコメントは。すごい、めちゃめちゃ来てくれる。ミッチーさんがもしかして一番来てくれるんじゃない。あと何でも話しちゃいますね。たくさん時間、そうですね、楽しみにしてます。キターさん、キター活動応援しています。みーちゃんの笑顔いつも癒されます。キターさんに笑顔プレゼント、キターひろたん、お部屋から部活でもコロナで会えなくなった、キラキラになってくる、久しぶりに話せる、キラさん無事に帰って戻ってこれました。おかえりー、大変だったね、お疲れ様、無理しないでね、いるよ。キラ、私も久しぶりに話せるの楽しみにしてるぜ、無理しないでね。パッチン、アトリエベリーに行かせて、地方でもイベントしてくれると嬉しいな。
パッチンどこに住んでるの？さっきはね、大阪でね、あの100人ほどファン増やしといてねってお願いしてるの。あのパッチンのところにね、200人ほど作ってね、あのいただければ、いずれね、アトリエグリーンで行けると思いますので、よろしく頼んだ。ナッキー、うん、パソコン準備。ナッキー、おめでとう。仲良くされてる。書けないけど、今歌ってあげるよ。ハッピーバースデー、リアナッキー。ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー。おめでとう。さととともしげさん、台湾のともしげさん、いるかな、いますか。りんちゃんに出会って人生が180度変わったよ。え、なんで捨てちゃったの全部、趣味、え、趣味、え、何だったの。捨てなくてよかったのに。そうだったのね、ありがとう。ぜひぜひ。嬉しい。捨てちゃったの、聞きたい。なんだろうね、何の趣味か聞きたいな。ありがとう。ポリリン。よし。あ、そう、私食べた。めっちゃ大量。やばいよ、私。一人暮らしなのにすごく。え、12月になったら、あれが来るんですか？え、本当にありがとう。めっちゃ嬉しかったよ。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、嬉しい。そう、増してくれたんだ。はい、嬉しいです。翔太くん、頑張って、今年行きます。ナッシング、ナッシング、ナッシング、私はナッシングです。そのまま虫以外にハートを抜かれた一人です。これからもたくさん増してくれます。もう一発行ってこうか。続きまして、また抜いちゃいました。ありがとう、翔太くん。ハンラッピー。あ、なんかさっきよりコメントがラフになってる。私からの愛は伝わっているでしょうか。どうかな。うん、もうちょっと伝えてほしいなとか言って。伝わってるよ。ありがとう。ラブ、私もラブや。ありがとうございます。カナッピのあのうちはさ、めっちゃ目立つ。でも目立つからすぐ見つけられるのよ。あのうちわですぐね、あ、今日も来てくれてるなってすぐだった。あ、リップだ。新曲でバキバキに歌って踊るりんちゃん。サイザーコー、サイザーコー、なんでここにザー入れたの。ただ緊張するとうまく話せなくなるので、その時は助けてください。手助けしません。一生懸命喋ってるところをじっくり流れたいと思います。ありがとう、リップ。たくさん、ラードネスお疲れ様でした。ライブつながる過程のリリに狂わされているルサを見ることができて嬉しかったです。ラインの円盤はまだ来ない。そうだね、ライノってさ、いつ届くんだろうね。私もさ、メイキング見たいから早くさ。そうなのよ、たくさんちゃん。本当だよね。リリーのせいで人生狂わされてるんだから、朝日奈さん。まあ、でも結局生徒会長になってるから良かったのかな。ちょっとね、ラードネスはね、本当精神科行ってほしいレベルのあれだった。いいよね、リリーとひな、すごい好き。ドラマやってほしいもん。ジュニちゃん、小学生の頃かな。書き始めて最近のプルーニングルーのりんちゃんの読みながら、こんなにすればいいんだと。私のやつはそんな参考にならないよ。でも嬉しい、そんなこと言ってくれて。ぜひね、デザイン書とかの本を参考にした方が。ありがとう、サトルさん、うん、カタカナのサトルさん。選抜おめでとう。舞台の始まり計8公演。おー、すごい、8公演、すごい。ミルさんもかっこよかったです。あ、怖いじゃなくてよかった。でもそんなにかっこいいシーンなかったけど、何かがかっこついていたようですね。なんだろう、どこのシーンだろう。ありがとうございます。 I'm very happy。 ミルさん、ミルさん、もうなんか私のさ、お話し会ってよりかはさ、なんかヌルのサイン会みたいな感じになっちゃってるけど、いっちゃん、
ペットにしてくれる。いつも元気に勇気をもらってありがとう。ゆうちゃんさんの友達が増えた。え、ほんと？あ、私推しがじゃなくて、私を知っている人同士でのなんかコミュニティができたとかそういうことかな。みんちゃん沼にハマったよ。私は沼を作った覚えがありません。でもよかったです。ありがとう。これからもみんなで仲良くしててね。みんなも仲良さそうにしてるのがね、嬉しいんだ。私まことっち宇宙一かわいいみんちゃんにどういうことですか。宇宙一だって。末永くよろしくお願いします。こちらこそ永遠によろしくお願いします。永遠という圧。ありがとう。今度ぬる様のサイン会にしましょう。やる？早くしろとか言うのかな。さっさと持ってけサインをとか言いそう。かりんくん、りんちゃん頑張って。安全健康第一。そうだよ、安全もそう、安全も第一だからね。ありがとう、コメント。印象的な人。なるほどね、ありがとう。タオちゃんに書いてもらった。お代理かわいそう。ダウゼント、私の代わりにサインを書け。シンプルに湧いた、いたーロビーさん。いや、違う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 。またヌルが。ヌル様しか勝たん。それは代理が勝利まで言ってたやつだよね。え、私もヌル様しか勝たん。私も私じゃないらしい。まるまる太郎さん。やめてよ、横山のこと応援し、応援でこれ、ね、好きだ、好きだ、好きだ。りんちゃんが好きすぎて仕事中に抑えるのに困っています。抑えなくていいんだよ、その好きだという気持ち。ありがとうございます。まるまる太郎さんでした。よこちゃんの声そうだよ。よこひろくん、私をヌルと勘違いしてらっしゃる方が大勢いますね。ヌル様こんばんは。誕生日が同じ、いつも明るいヒロくんです。これからもアイドル、歌手、女優とハット。女優だって、そんな女優だなんて、そんな。ありがとうヒロくん、女優って言われちゃった。ヒロちゃんジーリーさん、え、これジーリーって読むの？水。初めて書いたこの感じ。りんちゃん舞台お疲れ様でした。やっぱヌルタン最高。親衛隊隊長、私もなりたい。ヌル様万歳。8番隊隊長、マックス。一番ダメです。あ、さっき20番隊隊長任命したので、21番目でよければ任命いたしますよ。ありがとう。うどん屋さん、お、やっほー、うどん屋さんだ。めっちゃギャルやん。今日もあの、なんかあの、あれが、あの前でこれを見てるのかな。みんちゃんの美しさと才能に惚れているよ。惚れちまったか。もう、私テンションおかしくなってきちゃったんだけど。ありがとう、小袋待っててね。スーさん、お、スーさん、今は直接会って話すことはできませんが、ゆるゆるお話し会のアイルのを楽しみにしています。そうね、話し会で楽しみましょう。もう森に近づいてきたのかな。ありがとう、無事に届きますように。ジミーさん、うん、ヌルタを地味に押しているジミーと思います。あ、びっくりした、ガチで地味に押してるのかと思ったら名前かけてるのね。そういうことね。あ、全然全然、お忙しいので今日はそんなでもないけど。ヌル様、いや、リンちゃんご健康復活。私は元気なんですけどね。ヌルはね、ちっぽけなことでね、頭痛がしてしまうのでね、ヌルちゃんも心配してあげてください。私はいつでも健康でございます。ありがとう。ミストラルさん、いや、みーちゃん
せ祭りに出たフルマラソンでかっこいいダンスナンバーで AK グラブやるってことを見せてやるんだ。見せてやる。スマホルームのダンスでね、見せてやる。ありがとう。クッキー食べたい。きょうちゃん、このような機会を作ってくれて感謝です。そうですね、キングレコード様様でございますね。はい、 AKB はやっぱすげえなと世間に知らしめましょう。ねえ、なんかさ、エメロのことか私映ること多いから責任重大だよね。頑張ります。きょうちゃんありがとう。バードさん、やっほー。いつだったか握手会でりんちゃんに目標を尋ねたとき、 AKB の考えることと真剣に答えてくれたことが懐かしいです。今や推しも押されませぬ最強の生徒会で、ね、実はひなの優しさも忘れてもすぎてて私はスキル頑張ってるね。生徒会長ではないんですわ。生徒会長、最強の、そういうね、ヌルのようなね、上に行くぞっていう気持ちはね、確かにそういう気持ちは忘れずにね、これからもこのグループに在籍したいと思っておりますよ。長地りんちゃんもヌル様も大好きだよ。私はまあヌルも好きならいいかなと思うけど、ヌルはね、岡部りんって誰だ、そのようなものは知らぬ、私だけを押しておけと言うでしょう。りんちゃんもヌルちゃんも好きということで、次はゆうなんくん。直接だと言えないのですが、いつもファンのことを考えてくれてありがとうございます。押してて楽しい、最高の推しです。うわ、この言葉嬉しい。押してて楽しい、そうだよね、やっぱね、楽しいが一番だもんね。ありがとうゆうなんくん、押してて楽しいか、嬉しいですね。あ、OBさん、いつも呼んでる言い方しない方がいいかな。新曲発売おめでとう。ここ最近のりんちゃんはぬるさま感が強かったので、大丈夫な展開で生ハモルーマの新曲アピール頑張り、頑張るよ。もうそうだよ、今年すごいんだから、半年間あの人だったんだから、ありがとう、頑張っちゃうぜ。前田さん、前田さん、今年から AKB ファンに戻ってりんちゃんファンになりました。いつも画面越しだけで応援しています。直接会ったらね、今の10倍私のこと好きになっちゃうと思うよ。もう好きすぎて狂ってしまうぐらいに好きになっちゃうから、今がこの画面越しがちょうど良いかもわからない。前田だけになっちゃった。前田さん、前ちゃんみたいな呼び捨てになっちゃった。3つけた。キングケニーさん、コロナ禍になって OUC 光景を見たからこそ臨調子になりました。本当に私 OUC のやつさ、本当にこれさ、なんか繋がってるのかなってすごい不安になっちゃってたんだけど、なんかこういうのが後から聞けると頑張ってよかったなって思う。ありがとう OUC 光景と。ちなみに私はこの間ストレッチお姉さんを卒業いたしました。次は誰に託そうかな。木口武さん、頭の中で音が知りながら頭の中で音が知りながら、チッチッチッ、頭の中でネモハモルーマーが流れている。頭の中じゃないけど、木口武さん、凛ちゃんの次くらいに大好きなロックそう、そうなの。私の次にロックダンスが好きなの。驚いたけど嬉しかった。難しい、もう全部難しい。どこが難しいとかない、全部ね、大変だった。あずまさん、りんちゃん大好き、これからも頑張ってね。僕もリアルりんちゃんに会えるまで頑張るよ。ね、なんかいつになったらさ、会えるかな。あ、でも会えるはさ、ファンクラブとかで作ればできるか。まあでもね、緊急事態宣言とかあってさ、またげなかったらやってもあれだもんね。私もリアルアズマッチに会えるまで頑張るな。ありがとう。ストレッチお姉さん卒業され
大丈夫、次のお姉さんが現れるから。たいじさん、あ、コメント書くのサボったな、よくないですね。これからも応援よろしくお願いしますというふうなメッセージを送ってみたり。ありがとう、次書いてね、コメント、せっかくだからね。ポクさん、ヒル様からのご褒美をかけた年数をお返しお願いします。アルフォートが食べられる人を決めるために今ここにメンズアーを開催する。岡部凛優勝、ありがとう、ありがとうございます。見てますか、宇多田さん、はい、これからもどうぞどうぞ、ありがとう、ヨガモユーマーの発売おめでとうございます。ダンスが大変らしいですが、みーちゃん、ルル様頑張ってください。ラクシアもルルナ頑張っちゃいますよ。ルル様、コートが邪魔で多分ルルナできないと思います。クッシーさん、みーちゃんの活躍にいつも元気をもらってます。クラコもまたやりたいね。でもなんかもうやりたい曲ほとんどできちゃってるからさ、いろんなところでみんなから募集すればいいか、私に歌って私ので見たい曲とか。そう、なんか茨城でもやってきちゃったしさ、ソロコンでもやっちゃったからさ、なんか満足っていう感じで。でもそう思っててくれてるのでありがとう。1位セッキーさん、セッキーです。何かを企画するとき、ファンが楽しめると考えてくれるファンのところが大好きです。これからも応援してます。嬉しい。でも別に私が特別ってことでもなくてね、 AKB のみんなね、みんなファン思いだから。よし、もっといろいろ考えるぞ。あ、ジュラちゃん、ジュラントさん、ジュラント、あーでもいつもね、ゆらちゃんと呼んでるのね、ごめん、なんか他人な感じがする。進化が止まらない岡部凛からもう目が離せません。大変だ、手紙苦手だけど頑張って書いてる。なーい、手紙書いてくれてるの嬉しい、待ってるね、届くの、ありがとう。抽選が当たったらね、すぐお返事かけるのに当たるといいね。やばい、ストップがなくなってきた。安彦さん、ちょっと待ってな、名前も今変えちゃうよ。安彦さん、はじまり学園のルル様、喜怒哀楽のテンションがどれも素晴らしかったです。またりんちゃんのお芝居見に来て。木、なんか喜んでたっけ、喜んでる姿あった。あ、分かった、メンズのお返しです。あれ、喜んでんのかな、喜んでるとかあったかな、喜怒哀楽か、ありがとう、喜んでいってたんだね、ヌル、自分でやってて気づかなかったわ。ケルビンくん、舞台の大活躍を全部見ましたよ、ありがとう。どんどん女優岡部凛らしいで、なんか女優って言われるとなんか恥ずかしいんだけど、ありがとう。これからね、本当に本格的にそういうことをね始める。あ、なるほど、モノラヒを思った時忘れてた、確かに喜んでたかもしれないね。リンスさん、コメントがないわ、リンスさん、コメントいただけませんでした。今日シャンプーしてる時にリンスって名前思い出しちゃうよ。ちょっと待って、もう頭がもう回んなくなってきて、言ってること意味わかんなくなってきちゃった。ありがとう、リンスさん。ネキちゃん、え、なにかわいい名前。握手会の復活を心より待ってますね。握手会ね、お見送りとかだったらでももっと近いさ距離で話せるからね。
ありがとう、めきちゃん。なんかいい、かわいい名前だね。木で終わるってかわいいね。りきちゃん。あ、でもありそう。まりこさん。まりこさん。りんりん大好きです。ありがとう。このご時世や仕事のため、りんりんを見ることはできませんでしたが、メルさんも最高に美しかったです。赤いルージュが世界一決まっていました。これからも茨城から応援しています。リウンジュラニア。こっち？マナルフィのこと？どっちだ？どっちもいいということなのかな。ありがとう。赤いルージュが世界一決まっていた女こと岡部凛でした。まさき、ああ、こんなにかない。まさきちゃん？まさきちゃん見てるかな今。コメントがなかった。コメントだったら一発でわかるのに。今頭の中でね、3パターンある。どうなんでしょう。待って迷う。待って組んだった時、待ってやめよう。ちょっと書き直す。ちょっと怖いから、ちょっとこっちにしたか。よし、こっちにしたか。無事に届きますように。お次行きますわ。ミキコさん、かわいいベリンちゃん大好きです。なんかベリンちゃんって言われるのなんか嬉しいな。リンリンとかも好きなんだけど、ニックネームにプラスちゃんがね、なんか嬉しい。可愛さが増しているような気がして。ありがとう。ベリンちゃんより好きですね。マイミスさん。今回新曲のダンスすごく気になっています。そしていつも癒やされてくれて、あーそういうことね。ありがとうございます。これからも応援し続けます。今回の新曲です。一緒にルマルマしちゃう。結構ね、キリッとね、体の柔軟さが求められるからね。タトだったらすぐできると思う。一緒にタトしようぜ。次に行きたいと思います。何ですね。何書いたの？消されてる。名前覚えてねえだとか言うんだよ。あー、なくなっちゃった。のりひろさん、あーサインね、私書いといたんだけど、もうついにそのストックがなくなってしまいました。お時間かかりますな。さてさーん、ありがとう、のりひろさん、バッチリです。このサイン、今書きたてほやほやです。その心にはほやほやじゃなくなってしまいますが。あ、これダメだ。ひじりさん、少々お待ちを。はい、そうですね。いつも応援しています。歌もダンスも沼ほもゲームだね。最高です。最高の時は仕事中でコメントできないけど、今仕事してるのか。あー、そうなのね。はい、かよ、ひじりさん。じゃあみんなでせーのでいいよ。せーの、ひじりさん、お仕事頑張れ。ひじりさんのお知り合いの方がいたらね、受けてあげてください。あ、ひじりちゃん、コメントがないだよ。コメントが間に合った。あ、本当？見れた？あ、よかった。お仕事お疲れ様。しおりちゃんは、コメントがなかったでござる。寂しいでござる。これからもよろしくでござる。ありがとね。本当だ。サイン書いてなかったでござる。書きます。はい。お願いします。次、新井さん。
入れたから、スノワさんからもらったあの赤の水玉のね浴衣が最高に可愛くて、来、うん、女湯話し会でも楽しみにしててよ。てってれー、ありがちゃん、新井さんでした。ダンスかっけーです。まっちゃん、カタカナ、カタカナまっちゃん、またお話し会でりんちゃんと呪術廻戦トークしたいな。もうね、冬めっちゃ待ち遠しい。下等さん推しのりんちゃんに自分勝手に進化して感じてます。楽しみ、もう縫い目のない下等さんのグッズが出るのがねすごく楽しみ。この冬は最高だね。お話し会で呪術トークしよう。めっちゃ話進んだもんね。死滅会議いつ始まるの、まあ、でも始まってはいるのか。そーまくん、そーまくんコメントなかった。あ、そうだ、下に書かないといけない。コメント残してくれないだなんて。今度会った時はじめ、あ、なんだこれ、今度会ったらルーマ踊らせちゃうぞ。宿題ね、そんなコメントなかったから次会う時までにルーマを覚えててください。ひどい、書き忘れちゃったの。次は絶対書いてね。もう罰ゲーム、今度会ったらルーマを私の前で踊ってください。ポイントです。話し会楽しみ。10月何日だっけ。ポリンくん来てたよ。ポリンくんさ、でもゲームめちゃめちゃね頑張ってくれてありがとう、支えてくれて。ドボンのやつももうそろそろかな。頑張ります。えぐい罰ゲーム、あ、さっきのやつ。ポリンくんありがとね。マサオミさん、さあサオミさん、コメント残してくれなかった。ありがとう、マサオミさん。かけたよ。無事に届きますように。ありがとう、マサオミさん。いるかな、いないかな。あ、いた。コメント書けなくてごめんでござる。あ、ちょっと許しがたいけど特別に許しでござる。なんで迷っちゃったの、何書くか。心理、心理さん、真面目に舞台の演技が存在感あって素敵でした。あ、でも存在感、ああいうストーリーでああいう感じだからね、存在感も確かにあるかもね。ありがとう。どこ、やっぱりあの生徒会のシーンかな。どうしたどうしたってなるよ、うん、だって私は頭の中とてもすごいクールだった、冷静でしたよ私は。あー次は、あー玉座に行って、あー次はあーあーみたいな。すごい頭の中は実況、次何するか。中村屋さん、最後です。大好きという一言いただきました。はい、ありがとう。私も大好きだよ。あ、サイン書いてない。すごい懐かしい。魚か知ってる人いるじゃん。時の王様、ありがとう。本当だ、それを書き忘れてますね。来なきゃ。とりあえずのこちらを書きました。届くのお楽しみに。うっかり、残すところあと3名でございます。ありがとうございます。サインの書、泣いちゃそうじゃない。サイン書いてってるのに、サイン
ちょっと、年賀状って言ってる？なんだよ。8回目の選抜おめでとう。8回目になるの？え？ 8 回目か。わあ、すごい記念すべき数字だね。ありがとう。そうね、うちらはね、ここで話せずともね、お話し会でね、話せますから。ありがとう。でもデーマン君に言われなかったら、うち8回目って気づかなかったの。サンキュー。いえ、やめようか。シンくん。前にファンクラブあってお手紙あてでお手紙出しました。人生初のファンレターです。また出しますのでよろしくお願いします。私は本当にね、お手紙いただいたお手紙に全部お返事を書くっていうのが夢だから、そう待っててね、絶対お返事書きたいんだ。ありがとう。お手紙飛んでくるの楽しみだ。都市あと茨城って書いちゃうね。もうさ、最後の方だからさ、ペンめちゃめちゃ先潰れちゃってさ、サインのところにチーム8と A って書いたんだけどもね、もじゃもじゃもじゃって感じになっちゃった。あ、アトリエビニーナも入らせてもらってるので、いつかバスツアーができるのを楽しみにしています。絶対バスツアーするんだ、絶対やるんだ、楽しみにしてて。私も絶対実現させる、このバスツアーは。ありがとう、ラストでした。トシトシさん、サンキュー、お願いします。これは太陽。なんどれぐらい書いたのに、すごい数を書いた気がするよ。そのペン買い取ります。これ欲しいの。ダメです。いやありがとうみんな。でもやっぱりさ、応募の期間が多分このね、サイン会のやつ、おそらくだけど多分舞台が終わってすぐの期間だったから、たくさんあの舞台の感想、あれを感想というのだろう、まあ、感想もあったり、私はなんかぬるわけのこれは朝日きなのサイン会だったのか、あかりに。でも嬉しかったね。ちょっと私が今回一方的にこうやってる感じだったからさ、みんなのはこれでしか、コメントとこれでしか聞けなかったから、直接お話し会で、まあ、今までの茨城ツアーのこととか、ファイナルのこととか、サマパとか、もちろん舞台のやつもめちゃめちゃすごい聞きたいと思ってるから、ぜひまだロスってる人はそこで教えてくれたら嬉しいし、もう大歓迎や、いろんなやつ。めちゃめちゃ楽しみにしております。え、ちなみにだけどね、今日すごいこうカーブ系のね、可愛い格好してるからね、あんまり見せたくない。全部見せちゃうとちょっとこういう感じ。本当はね、ワイシャツを着ないでこのままっていう感じのお洋服なんだけど、なんか夜寒くなるらしいと聞いてたから、こんな感じの空気のお洋服大好きなの私。そう、なんか今回のこの冬のね、お洋服もね、カーキのものを探してるんだよね。大好きカーキ。まあそんな感じでございます。あ、よく終わった。終わった？終わりました。終わりました。じゃあ私ももうそろそろ終わりにしようかな。じゃあね、嵐ヶ丘から。横山優です。宮崎です。みんな終わった？みんな終わった？じゃあ、どうしよう、夜やろうかな。夜帰ってめちゃめちゃ時間あるなみたいな感じだったらやりたいと思います。じゃあ一旦これはこちらで終わりたいと思います。ありがとうみんな、今日はまたね、切ります。ありがとうございました。またサイン会なるものがあったらぜひぜひ皆さん参加してくださいね。お話し会楽しみにしてるね。バイバーイ。キッチャーよー。